10年宣言。バリトン歌手の明珍浩和です。10年宣言ということで、これから先の10年間で何を目標にするかとか、何をやっていきたいかということについて今回はお話をさせていただければと思います。まずはじめに、やっとこの自粛期間が終わったと思うんですけれども、皆様お変わらずにお過ごしのことでございましょうか。この自粛期間中に、とても長い時間あったので、いろんな曲をですね勉強していたんですけれども、これをこれから先、いろいろと長く勉強していけるんじゃないかなと思う曲をですね、いろいろと思い出したり、やってみたりして、久々にですねこのシューベルトという作曲家と向き合うことができたんですね。ちょっと長い練習時間がないと、なかなかこう取り組めない作曲家の一人なんですけれども、長い練習時間を取ることができたので、久々にこのシューベルトという作曲家と対峙をしてですね、この作曲家の作品を僕は一生歌い続けないといけないんだろうなという変な使命感を持ちまして、というのも、僕が大学を、卒業して一番最初にやったリサイタルが、このシューベルトの美しき水車小屋の娘という、歌曲集の、リサイタルでした。その時はですねまだ22、23だったんで、全然話にもならないぐらいのレベルの完成度だったと思うんですけれども、この間久々に全曲通して歌ってみてですね、なかなかいろいろこうできるようになってきて、新しい発見もいろいろできるようになってきたんですね。なんで時非常に苦しかったなと思ってた曲がいろいろとできるようになっているということがこう判明したところがあってですね、これから先10年間、その前の10年前、10年以上前ですけど、その10年以上前にやったその曲を振り返ってきて、またこれから先の10年間でさらにその曲がいろいろ膨らんで、できていくんだろうなってことを考えたら、やはりこのシューベルトという作曲家の曲をたくさんありますから、やっていこうかなというふうに思っています。なるべくですね、全部の曲、歌の曲はかなり多いんですけれども、全部の曲を歌ってそして録音をして残していけたらいいなと思っています。シューベルトだけではなくてですね、その他の、僕はドイツの、歌曲が好きなので、ブラームスだとか、ベートーベンだとか、あとウェーバーとか、シューマンとかリヒャルト・シュトラウスとかシェーンベルクとか、その辺の人たちの曲をですね積極的に、今までもやってきてはいるんですけど、さらにもっと一歩踏み込んでですね深いところの表現に行けたらいいかなと思っています。まだ声楽家としては僕は34なので、まだまだの年齢なんですよね。本当にこう年を重ねるごとにいろんな発見があるので、あと10年、44なわけですけど、44になってもまだまだだと思うんですよね。まだその先の10年でいろいろと発見することがあるでしょうし、またその先の10年間でいろいろと発見することができると思うんですね。でもこの今の年齢34とか、10年前のね24とか22とかそのぐらいの年齢っていう時にしか出せない表現だとか色だとか若さゆえのいろんなもろもろがあると思うんですね。それも僕は大事だと思うんですよ。なのでその都度の、録音を残していければ面白いんじゃないかなと思っています。この歌曲という分野ですね、スペシャリストというか特化している人っていうのは日本に
そんなに多くないんですね。僕の知り合いにも 何名かいらっしゃるんですけれども、非常に皆さんね、やっぱり繊細でね、音楽の作り方も細かくて、あの中身がこうギュッと詰まってですね、あの歌っていうのは声で歌うんですけど、まあ、その声だけじゃなくて、やっぱりその声の周りにいろいろとこうついてくれるものがあるんですけど、それがまあ音楽のね、いい、もっとその声だけじゃないところの良さっていうのがあるので、そういうところをですね、深くね追求していけたら、もっといい音楽家になっていけるんじゃないかなということを思っています。でそれを勉強しながら、日本にはたくさんのその室内楽をやるようなコンサートの会場がありますから、そういうところでですね、東京だけじゃなくて、いろんな県の地方の、ホールに行ってですね、演奏することができたらいいなと思っています。今何かとこう暗い話題しかないので、特に音楽の業界に関してはちょっとあまりいい話が全然ないので、まああまり暗くならないように、前向きにこれからの10年間を生きていければいいんじゃないかなと思います。もちろん健康だとかそういうことにも十分気をつけていかなければ、まあ、それができて いかないと思うので、まあ、運動、適度な運動をですねしつつ、まあ、走ったりするのが割と好きなので、それを維持しながらですね、できたらいいかなと思っています。で、できたらですね、あの、まあ、海外のホールとかサロンでですね、コンサートをやっていくこともしていきたいんですね。まあ、僕は今までにいくつかの場所で海外でもやらせてもらっていて、まあ、そういう経験をですね、あんまり無駄にしてもしょうがないので、そういう活動も続けてやっていければいいかなと思っています。まあ、自分の中のテーマじゃないんですけれども、こう重きに重きを置いていることの一つに、やっぱりその言葉と音楽、そして声ですね、これをうまくこう融合させて、こう聞いてくださっている方々にこうお届けするということをですね、こう第一目標にしてるんですね。決して声だけで、なんて言うんでしょうね、ねじ伏せるじゃないですけど、そういうことをしないで、ちゃんといいものをいい状態にしてお届けするっていうことが、これから先もずっと続けてできればいいんじゃないかなと思っております。それをやっているとあっという間に10年は過ぎてしまうと思うんですね。この過去の10年間を考えてみると、本当にあっという間に10年過ぎ去っていますので、おそらくこれから先の10年間もパッと過ぎていくような気がしています。ですので、その様子をですね、あの一緒に見守ってくださいますと大変ありがたいですので、これからもですね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、これがまあ僕のこれから先の10年間の10年宣言です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。